それじゃあやっていこうか。野球つく清宮模式を実況のパート25、6回ぐらい、いや調べとこう、ちゃんと。そこ大事かもしれん。毎回これをこう、27回です。27回、26回の次だからね、パート27です。やっていきます。どうも、新しです。まあ、9月4日今日撮ってますけども、台風直撃しておりますね。日本列島台風直撃の日におもむろに撮っております。まあこっちはもう晴れたんでね、まあこっちはもう晴れたんですけど、まあ家にいる人とかが、暇な人とかいたらね、まあ見るかなと。見ないな見ないな。後で誰かが見つけて見る程度のあれで、別に台風の日だからあげたってっていうことはないな。ちょっと稲葉の調子がーってこれしたけど、まあでも鍛えていきましょう。何を鍛えればいいんだろうね、稲葉の場合ね。肩かな。長打ちょっと欲しいな。長打。岩本鍛えた方がいい。いやー、休養させようか。3戦目に与えるから、それでしょう。焼きつくができる喜びをかみしめながらやっていこう。この日常の、この日常。野口って補給 B なんだな。これがちょっと、これが時々そらしたりする原因なのかな。補給 S なら多分 A とかだったら、こぼしたりはしないんだろう。つぼいがすげえ。よし、それじゃあまあ、だよね。多分前回ちゃんとあのグッズのあれも管理も完璧だし、今日もパパッと2試合見たら、パパッと1周やったら試合見て、バーン、ビシッとこういうから。前回がね、あのホークス戦を長々と映してましたが、ホークス戦はあのシーズン入ってはしてなかったけど、オープン戦の時に一応出たんだね。ボバンドの調子が悪いの気になる。おぉ、トヨタ。そう。3回でトヨタが降りてるのか。近鉄とのゲーム差が縮まる。正田か今関かだな。ガンちゃんでもいいな。でもガンちゃん満を持して投げさせたいし。あ、いいいいのはいいじゃねえか。ここ行こう。石井宏として買った。で、ガンちゃんか。ガンちゃんが、ベシッとこう。ベシッと11って。めった打ちじゃないか。めった打ちじゃないか。毎度。近鉄のゲーム差が1ゲーム縮まったね。3打て食らわなくてよかったと思うべきなんだろうけど、まあもつれた方が面白いなというゲーム実況サイドの心としては、もつれた終盤までもつれた方が面白いなと思う反面、そんな風な遊びをしてて、北別府がカープを、来季はカープが北別府を獲得したということは、しばらく北別府の天下がこの焼きつく世界ではおそらく繰り広げられるでしょうね。北別府学ぶ。昔南別府っていう小手藩がいた。某ジェイン。相当嫌なやつだったような気がするけど、いいやつだったかもしれない。いや、わかんねえんだよな。よし、次の、このもうあれで、このもうあれで、し、ここで行くか。また松坂と対決するか。お休みだし。2戦目誰が投げるかわからんからな。松坂対岩本の投げ合いをまたリベンジしよう。今度こそ勝つ。リベンジですね。ちょっと清宮の打率も落ち気味だし、坪井も3割切ってるし、下位打線は深刻だし、西武も3位か。割とこにはいねえな。これを今回のベストバウトとしましょう。
虫の音が聞こえる。これはゲームの中かな。岩本、野口、清宮、奈良原、小笠原、サウラサード演歌、稲葉、新庄、坪井です。虫の音が聞こえる気がする。幻聴ではないな。多分ゲームの中の音。新庄、小笠原、坪井と。やっぱ松坂すげえんかな。あっさり新庄から三振を奪ったけど、小笠原はいいね。即盗塁。よしよしよし、ちょっとお待ちくださいね。いい音を落としてみる。やっぱゲームの中の虫の音か。おつなこと。まあもう9月入ってるんでね、まあ秋の冬の足音が。つぼい最高や。あんたが大将、つぼいが3番に座ってるっていうのがこの打線の肝かもしれんな。で清宮、さあ清、さあ松坂対清宮。この打席は活躍してほしいな。ファールで、あ、画面変わんない。そんなあっさりと。しかしうちの打線、清宮の後はオバンドが務める。よし、速攻だな。1回から2点。田中健介、やっぱ使い続けると打率がちょっとずつ落ちてくるな。力が足りない選手は、最初良かったとしても広島の野間のようにはならない。野間ならね、野間ならポテンシャルが高いからね。3割5分だとか言って、ちょっと出てしばらく経ってもまだ3割キープぐらいはあるけど、田中健介まだこの時点でそこまで。そもそも田中健介はね、あのバッティングのポテンシャルはそこまで、それ守備の人っていう感じが。大型内野手だなって。ハムに入った時では、まあその後メジャーに行く選手だよね。それってすごい。あれで今のがセーフ。あ、そうか、まあショートが松井稼頭央だからな、この時のライオンズは。そりゃあの深いところに打球転がしたところで、これガンちゃんノーヒッターですけど。打たれた、西浦にスリーベース。ここ大事、ここ大事。ノーアウトランナー三塁、下位打線、伊藤と高木博之、高木博之でやってたか。いや帰るわなこれ。それはあ、でもそうか、ファーストでアウトにしたか。じゃあ、まあ今のは間違ってないか。高木博之でした。まあ今のは、まあ今のは悪くないね。ヒゲダンスチョイスかなと思ったけど、ファーストでアウトにしたから、うん、まあ。キャッチャーの肩を信用してるプレーでしょう。また打たれよ。ツーアウトで二塁に尾関。しかし、大友進は、セカンドフライト。この回大事なんで、ちょっと見ていきましょう。夜になるかな、夜になった。いや、まあ、9月入ってる初めての焼きつくですけれども、まあ、どうだろうね。もうちょっとで終わっちゃうかなって思うと、多少その、実況の軸をどこに置いていくかなというのが悩ましいところですね。常に野球の実況をし続けておきたいけど、ずっと焼きつくをやるわけにもいかんだろう。清宮の成長に合わせて1年ずつずっとこのもっと焼きつくをやるってのはちょっと頭おかしいだろう。どんだけ清宮が好きなんだよって話よ。別に好きじゃないのに。そんなに好きじゃないのに。清宮がホームラン王になったら好きになってあげてもいいな。上から目線。まだまだちょっとね、まだその、疑ってる清宮という存在を。本当にこの選手は、
本物なのかというね。振り逃げ、アウト。上に上がってきて2試合連続猛打賞とかホームランも2、3本、4本打ってる、2、3本かな打ってるけど、けどまだ信用するほどじゃないよな、それは当然のことながら、うん、2桁でもちょっとまだ怪しい。30本、ホームラン王と言わないまでも30本ぐらい打ったら清宮本物かなって思う。まあ噂によると中田翔とかレアードあたりを阪神が取ろうとしてるとかしてないとかね、そんな声も聞かれる。そうするとハムのその破壊力、打線の破壊力は一気に削ぎ落とされるから、そうなった時はもう何が何でも清宮にはホームランバッターとしてドカッとこう座っといてもらうにはもうならんわけだけども、いやまだ疑ってるな。確かにホームランを飛ばすセンスは凄まじい。おお、走れ、入れ、ホームに帰ってこい。よし、まだ疑ってると言いながらも、でも清宮しかおらんなとも思う。ハムでこれから得点を取っていく形をの核となっていくのは、まあ、太田はいいんだけど、ちょっとね、ちょっと怪我するときが、ガッツプレイが怪我につながっていること、ちょっとスレフトの守備が怪しい。ガッツ溢れるプレイがね、怪我につながるとか、まあ、デッドボールとかになるのも、それも含めての技術だよな。デッドボールも含めての。ハム語りをして語りたいです、ハムを。日ハムを語りたい。語れるほど見てないけど、最近。ギャオラとかは見れないですよね。見れてない。チャンス。松坂、今回勝てそうだな。因縁の松坂との対決だもん。まあ、勝つでしょう。これでもう、焼き付くでやることは、松坂打ったらもうやることはそんなないよね。イチローはとりあえず、抑え、イチローを抑える的なことをやってないかもしれない。今のさ、なんでタッチアップできたよ。なんでルイから離れてた。この野口の打席に期待するのはコクってもんだな。だから野球つく終わったら何しよっかなっていうね。実況自体そんなにやってもさ、今収益化できてるわけじゃないからさ、やるだけアホじゃねっていう気も若干する。そして今思ってるっていうか、じくじたるものがあるのは、ゲームの実況の再生数よりもなんか適当に作った90秒ドローイングのね、適当でもないんだけど、ちょっとその実況とはまた別にこれ作ったからとりあえず上げとくかみたいなやつ、部活で使うためのねやつが再生数が今一番伸びてる。毎日コンスタントに20から30、40ぐらい、3、40ぐらい再生される。ああいうのの方が人に喜ばれるのかなっていう。 YouTube はさ、動画を上げてもさ、なかなかコメントはつきにくいしさ、再生はされなんで、そこで走らした、伊藤勤とはいえ、衰え始めた伊藤勤とはいえ、肩は健在ぞ。なんかね、なんかやっぱ伸びるものをあげたいね、伸びるもの。まあそれを、その伸びるものを作るために時間をかくのは良くないとは思うんだけど、そんなことをしとる間にはもっとやるべきことはある、うん、実況は、このゲームの実況っていうのは、ゲーム起動して20分喋ってそのままその20分が動画になってるから、エンコードの時間だけど、エンコードの時間は別に待ってるだけでいいから、まあ、あとそうか、サムネを作ったりとかタイトル入れたりとかで、まあ1日30分あれば1本このゲーム実況上げられるわけだ。そう、その程度のものだから、あんまり普段の生活サイクルの中に負担になってないんだけど、本当のちゃんとこう人の役に立つハウツーみたいなやつとか、なんか作ってみたら、例えば料理動画とかめちゃくちゃ撮るのに時間かかるのね。料理動画なんか特に何か作るとかで、そういう風なのが役に立つんだろうなと思うんだけど、思う反面、また清宮が打ち上がった。今日清宮いいね。
思う反面、そこにそんだけ情熱をかけたら、かける時間がそんなには取れない。実際問題、勉強せにはいかんっていう、片手間にやるにはちょっとねっていうね。絵も上手くなりたいしね、ゲームの実況とか何か作ってるとか、その瞬間ってその自分のスキルアップの瞬間とは言い難いところが、動画の編集技術とか上がったりするかもしれんけどね、語っております。今後の方針について、野球作りの中で野球に集中してない、もっと松坂のピッチングを褒めたりした方がいいかもしれない。だから次の回で清宮の打席が来るので、そこをじっくり見ていこう。ちょっとここら辺がターニングポイントになりかねないね。小関が一塁に出ている。二塁には大友が今日全然良くないな。こんだけめちゃめちゃな守備にしてるつもりだけど、まあなんとか試合にはなってる。焼きつくの不思議なところだな。投手力もそんなに大したことないんだけどな。サード全然守備のダメな小笠原とか、セカンドに本来本職でない奈良原を置き、まだまだ育ってない田中健介をショートに置いてる。ファーストには、まあ、まだまだ新人の清宮を置いてるけど、なんとか試合の形にはなっているという不思議だね。まあ、外野だけは、外野とキャッチャーの守備はすごいけど、多分9回1だけど。9回1じゃないか、野口。多分古田がいるから9回2ぐらいだ。フェルナンデスを抑えたら次の回は、素晴らしい。来たー、詰まった三振、前があり。焼きつく終わったらどうすっかなーってのは考えるところですね。もっと焼きつくの次のシリーズとして、プロ野球チームで作ろう遊ぼうっていうね、2つセットになったソフトがあって、それがその、この年のその次の年のやつだから、それやろうな、やりたいなとは思ってるんですけど、出てほしかった。やろうとは思っているけれど、本当にやるかどうかは分からないし、それはもしもこのハムで優勝してしまったらさ、何を目的に実況としてやっていけばいいのか謎だよね、割とね。まあそんだったら長期連載シリーズとしてダラダラと続けていってもいいかもしれんけど、毎日の締めくくりに、毎日じゃないか、1週間の締めくくり的に、そしたら来年すごくいい選手が入ってきてくれたらいいな。どこの球団でもいいから。来年のハムのドラ1の選手を作って、それを野球遊で、スクロー&遊ぼうで再現し、ピッチャー変えます。ミラバル一人でいけるか？いや、石井博俊で。鈴木健だけを抑える。まあ清宮は清宮として、悩むな。清宮をこのまま残したいんだよな、この活躍をした清宮を。そしたらもう野球遊ばで、その野球遊じゃない、スクロー&遊ぼうシリーズは、この清宮のデータだけ移すなんてできないしな。どうしたらいいかな。スクロー&アソボーシリーズをさ、いや、で、清宮シリーズってやればよかったのか。違う。スクロー&アソボーのソフトで清宮シリーズ始めたら、この悩みはなかったりか。データの引き継ぎみたいなのがないからな、残念ながら。そこはちょっと、勝ちにいってるな。ミラバルじゃなく石井博として抑え込むスタイル。まあ変えるわな、これは変えるわな。ここで一気に追いついてしまいたい。ここで抑えのエースの登場です。
まあ、作ろう遊ぼうは、作ろうアンド遊ぼうをやるんだったら、もう全く、興味だと、もう日ハムやったから別の球団でやるか。でもカープと日ハムやったら、あと好きな球団は、阪神だけど。阪神でやるとなんか、ファンがうるさそうだね。ファンがうるさそうだね。さあ、怖い感じになってますね。ワンアウト一塁二塁。しかしまあ、打線は下位だから、監督アホだね。ここでもうちょっと、打てるバッターを代打で送り出した方がいいと思うけどね。まあ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 。来季はハムかな、阪神かな、阪神。スクルアンダーソボーを買って、おミラバル、よし勝ちました。この時の監督は東尾ですね。いやー、松坂にリベンジも果たしました。スクルアンダーソボー買うかな、買って阪神に入るドラ1の選手を作ってやるか。別に阪神ファンでもないのにさ、まあまあいいか、猛虎弁で猛虎弁だよな、やっぱり野球南勢発祥の南勢発の猛虎弁実況ができるから。南勢とは阪神のための板ではないけれども、色濃いので、まあまあまあ、そういう実況していこう。いや、岩本かけたの大きいよ。で、これでもう一つ勝つ。左の方がいいか、ガチで勝ちに行くな、左の方がいいか。誰温存している。あ、清水が投げさせたかったな。いや、関根で。危ない試合をしてますね。ここで3対3になったのか。あ、ミラバルが打ち込まれてる。で、ここで清宮が左中二塁だ、左中二塁だ。マジック11か。もう秒読みだぞ、秒読み。次回もういよいよ優勝かもしれん、これ。清宮シリーズとか言って、別に全然いい、全然勝てるつもりでやってなかったのに、優勝できるつもりでやってなかったのに、なんでか1位になっとるじゃない。そして優勝しそうじゃないか。そしたらもうあとは日本シリーズの実況して楽しいな、楽しいじゃないか。まあ、これはもう最初思ってたのと全く違う感じになってますが、それはそれでよし、よしとするかって感じだね。おバンド107打点、小笠原さんは4分クリーンで、まあ、打率タイトル取れそうだな、おバンドだけだけど。でもピッチャー投手陣の岩本が、ガンちゃんが18勝で2桁じゃない、20勝できそうな勢いだな。沢村賞できるぞ、これ。沢村賞いける。東京開始ジャック。いや、すっかり風も収まりましたね。すっかり風も収まった。台風まだまだ影響のある地域の人とか、まあ、水の河川の氾濫とかもあるんでね、その辺は十分に気をつけてもらって、とりあえず、まあ、こっちは、台風収まりましたというところですね。とりあえず撮ってみた感の強い実況になってしまった。見どころも特にないな。もうちょっとで優勝シリーズって感じだ。9月入りましたシリーズ。ということで、まあ、ということでは違う。セーブ可能で、セーブしてからということで、ほなまたっていう、いつものルーチンが。セーブ中待ってる間に、ちょっと最後の締めの言葉を言えばいいんだけど、いや、今日は特に本当に何もないな。家にいて暇なんです、今日は。暇すぎて何も出てこない。ほなまた。